ショップ店員おるから、ショップ店員むしろ隣も隣もだろ。やっちまったわ。いらっしゃいませ、知る人間か。天気でですか。囲まれてる、囲まれてる。家族を探してるんですけど、どうしたらどこにいますか。慣れてる慣れてる。イエーイ。ということでですね、今日はですね、あのキスイコロなんでまだ2週目ありますんで、まあまあまあ楽しめましょうやっていうことで今日やります。もう突っ込まないでそういうこと。いやいや、突っ込んでほしいだろ。そういうことは言わないで、突っ込んでほしいかな。でも長いとさ、もう次が回らないからさ、次はお待ちかねです。いつものシューティングスターやります。これは平松がですね、すごい高校時代に大好きな人がいたんですけど、その人と一緒にすごい奇跡的な思い出を作ることができて、それを歌にしたんですよ。だから高校生の時の自分を思い出して、あー、こんな人が好きな人だったとか、その彼女とかそういう人を思い出して聴いてくれると嬉しいです。では行きます、シューティングスター。星を見込んどって眺めてた12時半を自転車で2人を飛ばしちゃって、のそばで2週目も楽しみにしてください。イエーイ。